バニュー種。バニュ種とは、バニュを原料とした入種の一種で醸造しかつ、乳製品でもある。主に、モンゴルなど馬飼育が盛んな地域で夏に作られ、同地域で飲まれている。エタノール濃度は1%から1.5%で、これはバニュに含まれる乳糖の酵母による発酵と、エタノール酸性型乳酸菌に由来する。なお、このエタノールを生成する発酵と同時に、 乳酸菌による乳糖の乳酸発酵も進行するため強い酸味、pH4 から5程度を持ち、発酵時の二酸化炭素ガスを含むため微発泡性を有する。馬乳種は、モンゴル国ではイラグ、内モンゴル自治区では、セゲエ、カザフスタンなどのトュルク系の言語圏では、クミスと呼ぶ。ラクダの父から作られる、同様のものに、インゲニーアイラグというものもあり、 これ特別するために、馬ーで作ったものを、特に、グーニーアイラグ、と呼ぶこともある。ただしこれらの呼び分けは地域によって、微妙に異なり、絶対的なものではない。馬ー種の起源は定かでないが、中央アジアで人が家畜化した馬と暮らし始めた頃には、自然発生的に作られていたものと考えられており、マルコポーロの記録や、チンギスハーンの伝説すでに登場している。 第一次世界大戦当時にグルカ兵が多く引用し、グルカ兵の結核罹患者が少なかったことから、結核を防ぐ飲み物として広まったとされている。モンゴルでは人間は赤い食べ物と白い食べ物で生きているという考えがあり、赤が肉、白が乳製品を指す。肉食中心の遊牧民の生活において貴重な野菜の代わりに、 ビタミンやミネラルを補うものとして大量に飲まれている。酒とは言うもののアルコール度数は1%から3%程度であり、水分、エネルギー、ビタミン C 補給源として、モンゴルでは赤ん坊から年寄りまで引用する。エタノールが含まれている、異常種ではあるのだが、モンゴルではヨーグルトに近い乳酸飲料とい、扱いがなされており、これだけで食事の代わりにしてしまうほど、 夏のモンゴルの主食的存在である。だいたい1日に0.5から1.5リットルくらいをとっているという報告がほとんどだが、中には1人1日平均4リットルを飲んでいるという調査結果もある。バニュー種を1日3リットル飲むと1200キロカロリーに相当し、基礎代謝に相当する。モンゴルでは、どんぶりのような入れ物に入れて飲む。バニュー種の液食は、 乳白色で乳酸発酵によって作られるためかなり酸味の強い pH3.5 程度の見物である。またバニュは特有の周期を持っている。基本的に殺菌処理を行わないため乳酸発酵が進行し続け、醸造してからも酸味と匂いが増していく。一般的に砂糖や塩などで味付けはせず、そのまま食す。バニュが作られる期間は 馬が出産を終えた初夏から9月頃までの搾乳可能な2ヶ月ほどだけである。その他の季節では馬乳が取れないほか、季節によっては気温が発酵させるために必要な度に達しない。馬から一度に搾乳できるのは 200ml 程度である。馬の搾乳は容易ではないが、小馬にまず吸わせて親馬を安心させることで乳汁分泌を引き起こさせ、 途中から人間が横取りする。1日6から7回に分けて採取した馬乳に、主母、スターターを加え、ひたすら攪拌する。数千回、時には1万回もかき混ぜ、一晩置くと出来上がるとも言われるが、原料乳の量、スターター添加量、気温などで異なる。2日から3日この作業を繰り返すとより美味しいものが、出来る。この時の容器は木おけ、透正の瓶。 牛の皮や枝でできたフフルという袋が良いとされるが、昨今ではポリ容器などで作る過程も多い。フフルを容器にする作り方は袋を力強く押しつぶし攪拌させる。ポリ容器ではこの方法が取れないため、激しくシェイクさせる作り方を行う。一般的な種母、スターターは糖が用いられる。多様な細菌層で構成される。いくつかの研究で、 バニュ種から分離された菌の例。ただし、地域や家庭単位で異なった細菌層の分離、同定がされているとの報告もある。バニュ種には、結核やウイルス性肺炎といった呼吸器系、また、胃炎、胃潰瘍、腸炎といった消化器系、さらには、糖尿病や高血圧といった生活習慣病に対して効果があるとされ。 モンゴルでは各地にバニュー種を用いた伝統治療院がある。美容のため、また虫刺されなどに塗布して内用することもある。北京農業大学の研究では、バニュー種には12種類の人体必須微量元素、18種類のアミノ酸、数種類のビタミン群が含まれていた。馬や牛は自らビタミン C を合成でき、父にビタミン C を含ませる必要がないので、 バニも牛乳と同様にビタミン C があまり含まれていない。しかしながら、バニ種中の乳酸菌はビタミン C を生成するため、野菜や果物を取れない、遊牧民のビタミン C 補給源となっている。バニ種にはビタミン C が 100ml あたり8から 11mg 含まれている。国立民族学博物館に所属する小長屋秋の実験では、 被験者に一週間馬乳酒を飲ませ続けた結果、血中層コレステロールは平均10%、中性脂肪は平均20%下がったという。馬乳に含まれるタンパク質がアミノ酸に分解され、血圧安定の効果があるという。また、大量の乳酸菌を摂取することになるため、腸内環境の改善、老廃物の排泄といった効果もある。さらには、 牛乳同様カルシウムが豊富であるため骨折や骨粗上症の改善、妊産婦の栄養補給や乳の出を促進するという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。